ストライクード Q! こんにちは、ヤオです。クルソです。よろしくお願いします。お願いします。はい、モンストニュースが来たので見ていきましょう。まずはこちらです。はい、ということで、フレンド2人で弾けるチョイスガチャ開催。チョイスガチャ来ましたね。うん、で、今回は2人でのチョイスガチャになっております。まあ、周年とかで来るやつは4人で弾くやつ、ね、そう、4人でなんかマルチでね、ガチャを弾いて、その、それぞれ弾いたやつを全部もらえるよ、みたいな。感じの仕様なのなんかミニバージョンみたいなやつが今回実装されるってことで、これが1日1回限定で弾けて、5月26日から5月31日まで、まあ5回弾けるのかな。はい、まあいつもやってるフレンドの方とかとね、毎日弾くのがいいかなと思います。じゃあ詳しい詳細をさらに見ていきましょう。はい、でこちらの詳細ですけど、1日1回無料のシングルガチャになっております。そして5属性から選べる、まあ、チョイスガチャなんで、はい、そして、まあ、さっき言った通りフレンド2人で引きましょう。フレンドで引いたキャラもゲットできます。で星5キャラの排出確率は、50% です。なので、まあ、引けるか引けないかのは、まあ、常に 50% みたいなものなんでね、あんま変わんないっす。あんま変わんないっすね。はい、そして限定キャラもね、排出対象となっております。今ヤクモポンって出てるけどね、なんかヤクモとかそこら辺の今年のキャラとか出てきてたらね、激アツなんじゃないかなと思います。そして5日間開催なので、まあチョイスガチャ、まあ、2人でやっていけば最大10体ゲットできるという感じになっております。なんかいいの引きたいですね。ここでなんか引きたい属性とかあります？あ、俺はね、水か、うん、水かな。いや、持ってないやつがいるからっていう感じかね。アムリタとかね。まあ、やっぱじゃあ基本持ってないとこをね、狙いに行くのがいいかね。シャルルマーニュとか対象なのかね。ああ、今回。イメージは、まあ、あとで出るけど、最新のやつ以外なんてないって気もするけど。そんな気もするよね。はい。まあ、なんかそこら辺のキャラを言ってる、まあ、それぞれね、狙いたい特性があると思うんで、まあ、なんか2人で合わせてもいいかもね。これは欲しいからちょっとこの属性にしてよみたいな、今日は頼むみたいな、今日は頼むみたいなあるかもしれない。はい、まあてな感じになっております。はい、そして今年は普通の超重心祭でしたね。はい、キルインジ登場ということで、30日火曜日から6月2日金曜日まで新キャラが来ますと。はい、楽しみですね。かっこいいし、うん、はい、じゃあ内容を見ていきたいと思います。はい、こちらキリンジの革命家の候補かな。はい、反射の聖騎士バランス型でダメをワープブロックになっておりますので、豪絶のベジテパラでめちゃくちゃ強いですね。はい、ドレイン M とかもね、その回復要素として役に立ってきますし、超レザストとかもね、ありがたいんですよね。あそこレーザー痛かったりして、ね、超レザストいいなって思ってたところなんで、まあなんかベジテパラも完全制覇みたいな、うん、性能しますね。だって ほとんどギミック気にしなくてよくなるはずだよね。うん、ガチで多分ガチで、まああのボス戦からのその爆弾ぐらいかな。はいはいはい、うん、あのレーザーとかを気にしなくていい。いや強いな。いやこれ強いよ、まあさすがに一番強いとは思いますけどね。はい、そしてストライクショットも敵ドンね。はい、ピリカの持ってるやつ、はい、あとはオニアンコポンの反射の方とかね、はい、めちゃくちゃ強いね。これこの SS のおかげでなんか無理やりなんかハマるステージとかでは連れて行けたりとかねしちゃうレベルなんで、すげえ強いかなと思います。式神って書いてあるからね、これバサラ系列な、似てるよね、なんかめっちゃ似てるね、全部。はい、そして友情コンボエナジーポットハービスについてたやつね、これのバランスで闇属性キラーが乗るバージョンということで、威力感とかもすごいいいんじゃないかなとは思います。そして超絶オールレンジバレットね、なんだろうこのさバレット系、なんかショットガン系みたいなやつさ、超絶になるとめちゃくちゃなんかさ上げ幅あるイメージ、うん、あの超絶スパークバレットがめっちゃ強くなったじゃん。結構期待できそうか。これ結構ね、友情期待できると思いますね。はい、そしてまあギミックライン一応見ていきますか。まあベジテパラのラインなんですけどね、はい、こんな感じになっております。はい、まあ、間違いなく一番強いでしょ。うん、そうですね、うん、ブロックまで対応しちゃってんだもん。はい、はい、まあ、ダメオワープ、なんかあんまりもうこの辺はもうほぼベジテパラみたいになっちゃってるからベジテパラなんだよな、シンプルに。はい、はい、ブロックワープもね、まあもうまあこのライン最強格なんじゃない、こうやって見てても。
まあどのラインでも最強かもですね、うん、どのラインでもやっぱ殴りにね見ちゃったらもうなんか右に出るものいませんよレベルでやっぱ強いよね、バランス型で闇属性キラーだから。はい、で回復予想、まあ、反射のドレインだけでも、ね、価値あるからね。そうね、プラス敵飛んだからね。そうなんだよな、さすがに強いよ。やっぱこれこう見ると書いてあることに弱いやつが一個もないから、ね、そうなんだよね、うん、なんか気になる点もない。あ、まあ強いだろうね、なんか丸くちゃんと全部強いわって感じ。うん、まあだからね、ベジテバラ困ってる人はっていうよりはまあ普通にキャラとしての性能が高いから持っとけばなんかどっかしらでね役に立ってくれるね。まあ闇のステージ大概役に立っちゃうんじゃない、まあ、友情がやばかったらなおさらだし、はい、ってな感じになっております。革命家のキリンジかな。はい、続きましては救世主のキリンジでございます。反射性質砲撃型で重力麻酔魔法陣ブロック、うわもうまた天魔銃だよいや思わんかったまただよみたいな、まあ、正直天魔のねどっちかかなみたいなね。あ、そうそうそう、4-9どっちかかと思ったら10だったね。10でしたね。もういっぱい夜いっぱい夜見てきます。あ、そんないないわなんかこう見てるとあんまいないけど、なんかさ無理やり連れていけるやつとかもいてさ、なんか結構ね天魔の中でもいけるキャラが多いイメージがあるからね。そうだね、まあ、魔法陣外しちゃうもん、魔法陣外したらこんな感じで、ね、うん、はい、一応全走行しとくんですけど、はい、まあこれね、あとまあアビリティ以外で触れると、あ、アビリティ触れとくか、ごめんなさい、バイタルキラーエルとファーストキラー、それで超満員エル、すごいキラーがゴリゴリで、まあ、なぜかファーストキラーとファーストキラーがゲージっていうね、ね、割とファーストキラーがゲージだから、まあ、殴りかと思いきや友情にも実は乗るんだよねこの2つ。そう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 、なんか癖強いねこのアビリティ、キラーがね素に持ってないところが、はい、なんか誘発になると強いのかなこれってことだよね、うん、でもファーストキラーの誘発ちょっとやりづらいね、敵に触れてから誘発しなきゃいけないでしょ。あ、そっか、ちょっと面倒よね。はい、でストライクショット今触れたんですけど、この貫通タイプにパワーがアップ、これなんか速度は上がんないけど、その自強化もらってる系だよね。うん、何本もらってんだろうね。何本もらってんだろうね、これ。で、結構もらってそうな気はする。足は速くなんないんだもん。だから、仮に2倍あれば強いですね。うん、だから、ちはやだよね、ちはや。2-4ってことだね。うん。ちはやもらってんじゃないか説。で、6プラス10なんだよね。速殺 EL あれば1手目でいきますよ。SS が2倍もらってて、まあ、ゲージのキラーも含めてで超満員も含めると、まあちょっと、まあ、計算はちゃんとしてないんですけど1手目いけるのでは。いつもみんながやってる天魔銃のさ千早ムーブ、うん、まあ、ただ千早って攻撃力めっちゃ高いからさ45000なんだよね、43000くらいか、45000で、なので持久化2枚もらっててこいつのステータスも結構高かった、まあ、1手目を任せることができると。そう、みんながチャレンジ生鍋こうやってコンテナ寄ってボーってアマテラスのステージで、まあ、実際さ、リルキーがさニュースでアマテラスではすごいですよみたいなことを言っとったから、あ、じゃあもうこれ完全にその千早の役目をもうキリンチに任せようってなってるんじゃないかみたいな、まあ、速殺 EL つけてくださいみたいな言ってるような単数だしね、まあ、確実にそうですね。そうよねこれ、はい、なので千早の枠がキリンチになるかも、その千早編成でやってる人は、まあ、それに含めて仮に6ターン2倍なら単にそれだけで強いね。そうだね、うん、なんか別に天魔銃じゃなくてもどこでも1手目で2倍で殴れるんだから、うん、そうよ、2倍かける超魔員、うん、ファーストキラーバイタル乗せられるね、貫通なんか強いよねそれ、めっちゃ強いちなみにちなみにだけどね、やばいね、それこそ10以外の手数にも入りそうな、はい、入るとするよね。だって友情も強いんだもん、うん、友情見ていきますか。超強貫通弱点録音消費化バイル、これまあソロモンの持ってるやつ、はい、まあ、ソロモンの方がと同じ、あ、ごめん、ソロモンと同じ威力かな。そうですね、はい、ただ誘発まで入れるとキリンジの方が高くなる。3倍になりますね急に。なんだこれまあ全部乗ったらですね、全部乗ったら、あとバイタルキラーは多分途中で切れますね、まあ、弱点録音で半分こうやって削っちゃったからね、はいはいはい、で新友情の反射ウォールボムで、反射ウォールボムさ何どうやら
モールボムと同じ出方して反射していく。でその反射するために爆発みたいな感覚。だから最初はダンクよね。そうですね、ダンクで飛んでって壁に当たったら誘発しながら反射してみたいな。爆発してまた壁に当たったら爆発してみたいな感じでしょ。何反射するんですか。それ結構大事だよね。あと誘発の範囲、まあでもウォールボムって言ってるくらいだから、あのウォールボムぐらいの範囲はあると思うんだけど、まあそれだけだとね、まあだから威力だよね。威力上がってる説あるよね。威力めっちゃ強いんじゃないか説はありえますね。はい、まあてな感じで、まあ普通に天魔獣適正、まあその千早の枠、うん、にいけるのかなと思って、あとはその手数買う時のやっぱこの SS の倍率によっては手数障害ワンパンキャラとしても使えて、まあ友情も強いキャラになっちゃってるんで、まあ、こっちも魅力的だよね。そうだね、だから捨てとかね早く見たいね。どんだけ出せるのか実際わかんないから。ああ、俺アナスタシアみたいになってると思うんだよね。ほんと強いよな、そうなってたら。俺アナスタシアみたいなステータスだったら完璧だと思ってる、うん、これ4万5000もらってる砲撃でみたいな。いや、これそれに近そうな気がするんだよね。さすがに天魔獣連れてくなら、まあなんかできるようにしてそうだよね。そう、アマテラスを行ってるね、うん、いけるようにしてんだったらある程度捨てもらってないといけないから、こんぐらいのステータスもらってるんじゃないかなと思います。マジで期待しています。まあさすがに行ってでいける設定にしてると思う。はい、そして重心化発表ありました。総比、はい、来ました。はい、総比なんですけど、パワー型の方が主に採用されまして、アンチワープ超マインスイーパーエム属性キラーっていうことで、まあモンストニュース内でも言ってたんですけど、あの光の2のウェルで適正枠、アスコードでは普通に強いですよね。耐性も偉い。そんでまあ超マインでパワー型で殴れて SS で壁ドンも持ってしまっている。普通に強いね、アスコでは。友情コブもコピーなんだよね。パワー型のコピーって俺個人的には好きなんですよね。あ、そうなんだ。だって無駄になってないから、そのパワー型のあのマイナス部分も、はい、友情の威力が落ちるじゃん。そうだね、うん、他のキャラに依存できるんで、そのこいつにコピーはすごくいいなと思ってます。これにあの非属性キャラも持ってくるんで、普通にコピー枠としても偉いかなと思いました。はい、そして超絶ソリッドパレットね。まあこれはね光属性なんでそこまで意識しなくていいかな、うん、あんま強くない、うん、ぶっちゃけ。はい、なので主にはコピーがこのキャラは友情強いですね。はい、まあ、セラの感じになってるんで、まあ光の実のウェルで使う、まあ、キャラがねそんな多くないとは思うんで、マイスイワープ、まあ、魔素とか強いですよとか、あと毒キャラとか、まあ、あとウボサスラ強いですよとか言ってたらいいですね。はい、まあそいつらよりもだって殴りは強そうだもんね。パワー型でね、超マイン M ですから。そうですね、うん、SS まで含めちゃうと、まあボス1手でもしかしたら終わらせちゃうよっていうレベルの火力感してるとは思う。いいね、壁ドンで短縮系を持ってるのはありがたいですね。これはめっちゃいいね。うん、ちゃんとね壁ドンも継承してくれてよかったわ。ぶっちゃけどっちになるかなと思ってたんで、はい、砲撃になる可能性もあったから、そいつちょっと砲撃はねって感じはあるよね。そう、砲撃はね、なんか、まあ、友情で勝負できるかって言われても言われるしね。ちょっと水とかも強いとは思うんで、この殴り方面に行ってくれてよかったかなと個人的には思っています。まあ実際今活躍できるところもあって、うん、すごくいいんじゃないかなと思いました。はい、続きまして重心が下位ありました、ムツムネミでございます。いや、かつてめちゃくちゃ好きだったキャラ、うん、あの貴族性環境だったら。はい、で今回もその能力をしっかり引き継いでくれたせいになってると思います。まあ、貫通の攻撃型、はい、そしてワープ転送壁追加されました。そしてダッシュが M に格上げ、そして壁 SS ターン短縮、これついてくれたのは偉いかなと思いましたね。 SS がいいからね。そう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 、打ってなんぼでもあったとは思うんで、壁 SS ターン短縮はかなりいいものもらったなと思います。そして魔法陣ブースト M、はい、コネクトスキルの方ですね、まあ、1個格上げ、もともと魔法陣ブーストだったんですけど、はい、さらに強くなりましたよ。で友情ブーストもそのまま継承してくれたっていう感じですね。コネクト条件がね2万8000以上のキャラ2体以上っていうのがありまして、ムツムネミツの攻撃力が今パーッと見えてると思うんですよ。25,191ってなってるんで、まあ簡単に乗せられるかなと思ってます。自分で達成できそうですね。自分で達成できると思うんで、まあ3体プラス爆発みたいなのは簡単に来るかな
はい、そう使ってくださいって言ってるような気がしています。はい、そしてストライクショットが、まあ、相変わらずの、まあ、1.5 のあれかな、おそらく変わんなかったら、はい、継続数も変わんないし、変わんないかな、多分変わんないと思う、まあ、だから 1.5 倍できますよって期間みたいな、はい、なのでこれが友情にも乗せられて最高だねみたいな、はい、で、友情コンボが超絶分裂貫通消費化3ってなっております。はい、そして、超強乱気弾、はい、まあね、光属性の超強乱気弾に関しては、まあ、別にないものと見ていいかもしれません。ほぼね運ゲーだし、まあ、光属性だしみたいな、はい、まあ、ただね、その超絶分裂貫通消費化3の方、あの元々の陸奥宗光が全然情報修正に加えられず、ただの分裂貫通消費化3だったんですよね。2段階アップですね、これ2段階アップしてます。そこからさらに、魔法陣ブースト M だったりとか、はい、ついちゃってるんで、一応威力感的にはもうかなり十分なものになってるんじゃないかなと思います。まあ、超絶分裂貫通消費化する、もともとそんな弱くないですからね。普通に威力は出る。範囲の問題かな、最近で言うと。そうだね、とか、拡張性とかだね。あ、そう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 、今の環境で言うとね。はい、まあ、普通に威力が上がってるし、転送壁大量になってくれたし、うん。まあ、もうちょい行けるところが増えたらなっていう感じな気がするね。うん、なんかまあシンプルに天魔ならでは使えそうだし。ああ、なるほどね。あ、まあ、あそこちょっともう役目やったら無理なんだけど、比べちゃうとね、比べちゃうと無理。人じゃないとって感じだね。はい。まあでもこの中でも使ってくれた方かなと思います。まあ、ちょっと違うキャラなんだよね、陸奥宗光って。SS も打ちたいけど、魔法陣ブーストもしたいっていう。そうね、今回しかも M まで行っちゃったからね、ぜひ使いたいからね。そう、ぜひ使いたいんですよね。そこがなんかね、あれになっちゃってるんで、かなり好みが分かれるかなと思います。まあ、方針はね、していいのかな、しちゃダメなのかな。だから最高なのはバフ持った状態で、あの、SS ってね、うん、その後に魔法陣になって友情出すのがいい。それが理想値。最大 2×1.5、1.5 でいいのね。そう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 、そうなると強いんだけど、なかなか狙ってで釣るのはめんどくさいね感じなんで、はい、まあ、実際使ってみてね、まあ、使用感とかはね、確かめていきたいかなと思います。はい、ということで妄想ニュース見ていきましたけども、はい、まあ、一番の注目はね、超重限定のキリンジなんじゃないかなと思いました。まあ一つはベジテバラの定期性、まあ、一番強いですね、絶対にあいつは。はい、そしてもう一方の方の、まあ、天魔獣のパーツとしてどうかみたいなところですね。普通にまあ幅が広がったので、また面白いパーティーとかあるかもしれないんで、僕も触ってみたいですね。はい、マジで本当に気になる。はい、という感じで今回は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。